はい、今回のテーマとしてはペンホルダーがバックショートを使う重要性について解説をしていきたいと思います。この動画は私個人の意見であり参考程度にご視聴ください。ではお話ししていきますね。一昔前ではバックショートを使う方がほとんどやったと思うんですけど、現代においてはペンホルダーでもバックショートじゃなくてもう全部裏面を振っていくっていうのが今時の流れとか流行りやと思うんですけど、その中でバックショートですね、バックショートもすごいいいところいっぱいあるんですよ。でそのバックショートを使うことによってどういったいいことがあるのかについて今回は解説をしていきたいと思います。今回のことはもうペン表ペンドラ両方に共通している部分ですね。別にペン表やからどうとかペンドラやからどうっていう部分じゃなくて、まずそのショートを使う重要性の一つとしてはショート独特のボールを送ることができるということです。やっぱりペンホルダーのショートってシェイクの打ち方よりもちょっと独特なボールが出てくれるんですよ。これ言葉にも説明しづらい部分なんですけど、言葉で言うとしたら直線的です。シェイクのバック表のボールにちょっと近いかもしれないんですけど、やっぱり裏ソフトでも表ソフトでも、後ろから前にこうやって押す技術やから、シェイクの飛び方に比べてちょっとこうボールが直線的な分、相手からしたらなんか嫌やなと思うような飛び方になってくれるんですよ。だからもうショートを使うだけでも独特なボールが出て、相手からしたらなんか癖のあるボールやなって思わせることができます。それが一つ目のポイントですね。独特のボール、もうほんまにこうそれだけでペンとやるの嫌やっていう方もいらっしゃるので、そこが一つ目の重要な部分かなと思います。二つ目のポイントとしては、さまざまな回転の変化をつけやすいということです。これはブロックの時にもお伝えさせてもらったんですけど、いろんなことできるんですよ、バックショートって。それはシェイクでもできひんわけじゃないんですけど、シェイクハンドって基本的にやっぱりこう回転をかける技術がメインになってくるんですね。ただペンホルダーのバックショートになってくるといろいろできるんですよ。それは回転をかけるってことも練習したらできます。伸ばすですね、伸ばすもできるし、逆にペンの場合は横回転を加えやすいです。こっちだけじゃなくてこっちであったりとか、そういう横回転であったり、下回転カット性とか上回転の回転をかける技術以外の変化がすごいつけやすいと思います。短く止めたりとかもそうですね。シェイクの場合はどっちかっていうともうイケイケイケっていうこう押せ押せ卓球が多いと思うんですけど、ペンホルダーの場合は押すだけじゃなくてちょっと引いたりとか短く止めたりとかいった変化をつけることができるんで、クロート向けですね。いろんな変化をつけて相手をこう嫌がらせるっていうところが2つ目のポイントかなと思います。回転の幅ですね。その分威力は出にくいかもしれないですけど、威力を補える部分の変化の量がバックショットにはあると思います。3つ目のポイントとしては、これはもう技術的においてもすごい大事なんですけど、体の使い方がフォアとバックで同じということです。シェイクハンドでも、バックはそこまで意識する方いらっしゃらないと思うんですけど、バックって、左から右っていう、外から内ですね、外から内の動きが、基本的になってくると思うんですよ。それこそ威力のあるボールを打とうと思ったら、やっぱり手先だけじゃなくてちょっと体使って打つことが多いと思うんですけど、バックショートの場合はもう右から左なんですよ、基本的に。バックハンドとかだったらまた話は別になってくるんですけど、バックショートをする上では右から左、右から左の動きなんですよ。でそこでフォアハンドを考えてみたら、フォアハンドって基本的にこういう右から左の動きがベースになってくるんですよ。細かく掘り起こしたらまた変わってくるんですけど、ほんまにもう大まかな部分ですね、大まかな部分で見た時に体の使い方って、右から左、右から左なんで一緒なんですよ、基本的にフォアとバックが。その分体の切り返しがやりやすいです。それはグリップの部分とかあると思うんですけど、体をこう同じような使い方で打てるから反応がしやすいんですよ。シェイクも練習次第では全然切り替えできるようになるんですけど、やっぱり手っ取り早いのはペンホルダーのバックショートだと思います。バックショートをやった方がパッ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 っていう同じ動きで技術を行うことができるからやりやすさはあると思います。で次のテーマとしては、バックショートを覚える上で気をつけないといけないポイントについてお話をしていきたいと思います。バックショートすごいいいところたくさんあります。ただやっぱり裏面打法を使われる理由としては、やっぱりペンホルダーのショートにも気をつけないといけない部分が多いんですね。そこがやっぱり難しいから裏面の方が手っ取り早く覚えられるし、裏面から張るって方が結構多いと思うんですけど、そのバックショートをする上で注意しないといけないポイントとしては、まず一つ目としてグリップですね。これはもう一番ベタやと思います。やっぱりフォアハンドって親指中指でこうやって押さえてるって、バックショートをするときは親指を外さないといけないという方がやっぱすごい多いんですよ。これは間違いではないです。ってなったときに、急にボール振られたときにいくら体の使い方が一緒といっても
指の切り替えで間に合わなくて振り遅れたりとか、面が出えへんくなって失敗しちゃうって方ってすごい多いと思うんですよ。一番苦戦する部分ですね。そこをやっぱりしっかり練習しないといけないです。いわゆるフィンガーワークですね。指のパッパッパッ、親指外して親指しか力入れる、親指外して親指に力入れる、この切り替えをちゃんと練習しないと、やっぱりいくらショートがいいところあるといっても切り替えが難しくなってくるんで、まずここが一つ目の注意しないといけないポイントですね。二つ目のポイントとしてはボールとの空間作りです。バックショートってやっぱり楽なんですよ。ただ押すだけやから、押すっていう動作をちゃんとやればバックショートって入ってくれるんですけど、その分そこに甘えてしまって台との距離が近くなってしまうことが多いんですよ。台との距離が近くなってしまって、逆にこう詰まってしまってミスが増えてしまうという方を私自身も多く見させてもらってるんで、シェイクハンドの場合はやっぱり振るっていう意識を持つから勝手に台との距離ってある程度取ると思うんですよ。まあ、肘の位置の関係もありますね。やっぱ肘をちょっと外側に出して振るっていうことを意識してもらうから、やっぱり台との距離はちょっと離れなあかんって無意識に思ってしまうんですよ。バックショートの場合はどうしてもこう肘をちょっと締めて押すだけの打ち方になるから、台との距離がちょっと近くても打てるんですよ。ただそうなってくるとボールとの微調整が難しくなってくるんですね。まあ、それこそフォアハンドを打つときも詰まり気味になってしまうんで、まあ、バックショートをするときのボールとの空間作り、まあ、それは長い短いとかあると思うんですけど、まあ、そういったボールに対してしっかり腕を出せる距離感であったり、まあ、懐をちゃんと作って打ってもらうことを注意してもらわないとバックショートはちょっと難しいかなと思います。3つ目のポイントとしてはバックショートで点を取りに行こうとしすぎないということです。シェイクハンドの場合だったらちょっとバックハンドドライブで一発で打ち抜けるようなボールを打つことは可能なんですけど、ショートの場合はやっぱりどうあがいてもショートって聞いてる守備の技術なんですよ。その中でプッシュでパーンってナックルで詰めたり回転の変化つけたりとかして点になることはあるかもしれないんですけど、そこに頼りすぎないということですね。ペンホルダーで大事になってくるのはやっぱりフォアハンドです。ショートはそのための準備球として考えないとやっぱり厳しいと思います。ショートでこう点を取らなって思い込みすぎちゃうと、それこそもう無理やり押し込んでしまって失敗したりとか、まあ、それこそなかなか威力のあるボールが打ちにくいんですよ。向きになってしまいがちですね。バックタイバックになった時にショートで点取りたいからといって思いっきりこう押すだけになってしまうと、やっぱりボールって直線的やから不安定になってしまうんで、そこの割合をちゃんと考えてもらうことです。私自身もショートは結構使うんですけど、やっぱり最後はフォアで打ち抜くという意識は持っております。切り替えをやるときもショート3、フォア7ぐらいの力加減でやらないと、どうしてもバックってやっぱ威力も出えへんし飛び方も不安定になってしまうので難しいかなと思います。ショートは基本的にチャンスメイクであったりフォアにつなげるための準備球として考えてもらった方がいいですね。まとめとしては、今回お伝えさせてもらったバックショートの重要性、まあ、今だからこそ使える技術だと私自身は思っております。今はもうバックでも攻撃をできなあかんから裏面を振りなさい。確かに気持ちはすごいわかります。ただ裏面のボールってそれはいくら独特なボールが出るといってもやっぱりシェイクに近い技術なんで、シェイクにバック対バックで勝つことができるかって言ったらそこまでできるのはお前トップクラスだと思うんですよ。ってなった時にバック技術で大事になってくるのって威力よりも変化やと思うんですよ。特にペンホルダーの場合はそういった変化を裏面で生み出すこともできると思うんですよ。それこそ強度を張ったりとか打ち方ちょっと工夫したりとか。ただバックショートってもうそれを使うだけで変化が出るんですよ。相手からしたらそれは独特のボールやから嫌がるボールにもなってくれるしって考えたら、ショートってすごいいい技術だと思うんですよ。それは威力が出えへんっていう部分があるんで、やっぱなかなかバックショートをメインで使うのって勇気がいると思うんですけど、まあ、そこはちゃんと割合を考えてもらうことです。バックショートを使うんやったらしっかりフォアで打ち切るっていう気持ちをちゃんと持って使うことが大事だと思うんで、そこをちゃんと理解した上でバックショートを使ってもらったらすごい武器になる技術だと思うんで、今の時代は裏面やから裏面で全部裏面でショートは使わんとこうって思うんじゃなくて、ちゃんと使い方を考えてもらってバックショートを取り入れてもらったらすごい有効的なものになって次のフォアへの強打につなぎやすくなるかなと思います。この動画は私個人の意見であり参考程度にご視聴ください。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。